ウィリアム・ヘンリー・フィッツ・ヒューリーは、ルーニー・リー、あるいは、WHF ・リーとも呼ばれ、アメリカ合衆国、南北戦争の南軍将軍、ロバート・イーリーとメアリー・アン・ランドルフ・カスティス夫妻の次男である。リーは、農園主であり、南北戦争では、南軍の騎兵将軍となり、後に、アメリカ合衆国下院議員を務めた。リーは、バージニア州アーリントンのアーリントンハウスで生まれた。 ハーバード大学で学び、その後父の足跡をたどって1857年に、将尉としてアメリカ陸軍に入隊した。アルバート・ジョンストンの下で、第6アメリカ不評連隊に配属され、モルモン京都に対するユタ戦争に参戦した。1859年、アメリカ陸軍から除隊し、バージニア州ニューケント軍パマンキー川南岩にあるホワイトハウスプランテーションを経営した。 南北戦争の開戦とともに、リーは、南軍機兵隊で大員になり、間もなく、少佐に昇進した。当初、1861年と1862年初期は、ウィリアム・ローリング巡将の指揮下で、ウェストバージニア州で従軍した。その後、J.E.B. スチュアート少将の指揮下に入り、中佐となり、さらに後に、第9バージニア機兵隊の大佐となった。サウス山の戦い後、 リーは準将に昇進した。いとこのフィッツヒューリー準将の指揮下で、アンティータムの戦いに参戦した。フレデリックスバーグの戦いとチャンセラーズビルの戦いでは、スチュアートの騎兵軍団に属する第三旅団を指揮した。ゲティスバーグ方面作戦の初戦である、ブランディステーションの戦いで負傷し、回復中の2週間後に、バージニア州ヒッコリー,イーヒルで北軍に捕まった。 1864年2月25日に南軍に戻るまでニューヨーク州で戦争捕虜になっていた。この時北軍のニール・エス・ダウ順将と捕虜交換された。4月、リーは少々に昇進し、ピーターズバーグ包囲戦の開始時点からアポマトックス方面作戦で父の北バージニア軍が撤退するまで、騎兵軍団で一個師団を指揮した。戦争が終わるまでに、 南軍機兵隊の副指揮官に昇格していた。1865年4月9日、アポマトックスコートハウスで父と共に降伏した。リーは戦後、ホワイトハウスプランテーションに戻り農業を行った。近くの川向こう、キングウィリアム郡にあるロマンコックプランテーションには弟のロバート・イーリー・ジュニアが住んでいた。1873年に母が死んだ後でリーは、 フェアファックス郡にある古くからのフィッツヒューケの資産、レーブンズワースプランテーション563エーカーを相続した。リーはホワイトハウスからそこに移った。1875年、リーはバージニア州上院議員に選ばれ、1878年まで務めた。その後民主党員として1887年にアメリカ合衆国下院議員に選出された。は 会員議員を1891年に、レーブンスワースで死ぬまで務めた。リーは、バージニア州歴シントンのワシントンアンドリー大学に、ある、リー・チャペルに、その両親や兄弟と共に埋葬されている。リーは二度結婚した。はじめは1859年に弁護士、ジョン・ウィッカムの子孫であるシャーロット・ウィッカムとだった。この二人には、男と女の子が、それぞれ一人ずつ生まれたが、 幼児の間に死んだ。シャーロットは1863年に死んだ。1867年11月28日、ロバート・ボーリングと、その2回目の妻アンスティスの子孫である、メアリー・タブ・ボーリングと再婚した。この夫妻には、子供が2人生まれ、共に成人になった。ピーターズバークで1869年2月11日に、 生まれたロバート・エドワード・リーとレキシントンで1872年8月30日に生まれたジョージ・ボーリング・リーだった。リーはジョージ・ワシントンとは養子縁組で5代目の子孫にあたる。リーの母、メアリー・アン・ランドルフ・カスティスはワシントンの妻、マーサ・ワシントンの彦であり、ワシントン夫妻が1759年に結婚する前、当時大佐のワシントンが未亡人だったマーサと、 交際したのが当時住んでいたニューケント群のホワイトハウス、プランテーションでのことだった。このプランテーションをリーは相続した。ありがとうございます。